今回紹介する旬というか売れているおすすめのカニはこちら、ベニズワイガニ、ボイル済み。このカニは茹でる前から色が赤っぽいことからベニズワイガニと呼ばれ、普通のズワイガニよりも水深が深いところに生息しています。深海の魚や甲殻類には体が赤く脂の量が多い傾向にあります。深海に住むベニズワイは水圧が高いせいで身の入り方は普通のズワイガニより少なく、水分が多いのが特徴であります。普段はズワイガニより安く、今の時期ならお店で1杯800円ほどで買えますので、信じられないくらい安く、お客さんになんでこんなに安いのかとよく聞かれますが、ベニズワイガニは身入りとカニ味噌が少なく、本来は缶詰の原料になるカニなんですと説明しています。姿で丸1杯800円くらいで、生ではなくお店で大量にボイルし、ボイルベニズワイガニならすぐに食べれるので、休日ともなると1日で50杯以上売れます。それでもカニは殻を切ったり外したりするのが面倒で、綺麗にできなかったりしますので、今回さばけるがではなく、魚さばけるチャンネル初ゲストの貝沼さんに自宅で100均包丁を使って簡単にプロ用カットの仕方を見せていただきました。ではスタート。貝沼さんこっち向いてもらって、はい、今回、ゲストでというか助っ人で、初めてのゲストなんですけども、来てもらったのが、職場で一緒の貝沼さんです。はい、僕はよろしく。第1回目に、ズワイガニ、若松葉のズワイガニをまあさばける理由って言ってたんですけども、実はあれは貝沼流のやつを僕がパクったやり方でした。今回は本物の貝沼流を見せてもらおうと思います。食材はベニズワイガニです。では早速さばいていってもらいます。はい、貝沼さんにも、100均包丁を使ってもらいます。はい、ではお願いします。はい、貝沼さんは100均の包丁使うの初めてですか？これは初めてです。わかりました。生きるかどうか、まあまあ、ちょっといつも通り、はい、やってもらったらいいと思うんで。わかりました、お願いします。はい、承知いたしました。いつも貝沼流は胴体つけたまんまでやってますもん、ね。はい、いつも通りで、そしたら、はい、はい、やっていきます。まず爪を外していきます。100均重たさがないから、それ。あ、そうですね、いや大丈夫です。さっきのちょっと爪だけを外していきます。で、そのまま関節を、この部分をちょっと細い部分は縦に切り込みを入れております。さっきに足の細い方を縦に割っていくんですか？そうですね、ここ先に切り込みを入れていきます。で、その次に上を削いで切っていって、上を削いでいきます。はい、削いでいきます。使い勝手どうですか？100均のもいいですね。あの、思ってるより薄いから意外と、そうですね、あの、うまいこと出刃とかより、出刃よりも意外とすきやすいんですよね。そうですね、家庭用の包丁は薄いから意外に切れるのが。ちょっと爪を外していきます。で、細い部分はちょっと切り込みを縦に入れまして、はい、切っ先でね、はい、突き刺して、まあ、包丁を下ろして割っていくような感じですね。そうですね、はい、で、同じように反対側も削いでいきます。この足ついたまま、胴体についたままのいいところはこう安定するんですよね。足が安定しますね。だから左手で持ってる方がそんな力加減を別に入れんでも、入れなくても全然いきますし、固定感があるからすごいやりやすい、はい、やりやすいですね。で、全部削いだら、全部削いでからまとめて、まずあの足の付け根のところが1本だけちょっと場所が外れてるんで、細い方先1本足を外ます、ね、で、あとはまとめて大体同じですんで、ここはまとめて、3本ともいっちゃいます。
でちょっと関節よりも、身の方に、切り込めれることで、食べるときにスーッと、あ、なるほどね、出ますね。そんなキワキワを切らずにね。そうですね、はいはい、キワキワを切ると身がちょっと取りづらいとなりますので、で、こっちの、ね、大きいところを大きいところ、爪の方は普通にまず落としておいて、まず落としてしまって、うん、で、ちっちゃいところを先に、落としてしまって、で、あとはまとめて3本まとめていくという。それはもうほぼ業務用ですね。家でする、あ、そうですね、一般的にする人はもう1個ずつ切ってもらって、ね、切ってもらったら全然いいです、はい、であとは胴体だけは、胴体をちょっとこうそのふんどしのあるとこですよね、はい、そこのちょっと上に上げて重なってるとこですね、重なってるとここですね、はいはい、そこですね、はい、そこをそのスパッと、ちょっと刃先の包丁が刃渡りが短いですけど、短いですけど、あ、まあ、あのちょうどうまいことそんな硬くないですし、するとでこんな感じ、こんな感じでめっちゃ味噌詰まってますね、詰まってますので、すごいな、当たりの紅座りですね、当たりですね。で、爪の方ですね、爪の方はもうそのままここをまた切り込みを入れてます、うん、あ、邪魔やったら上に置いておきます、あ、はい、あの、こっち、ま、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、で、これも、はい、で、ここは、そのまま切り込みを、あ、爪の腕の方はね、はい、はいはい、こっちも同じように入れてますんで、これでそれ危ないと思ったらもう別にきっちり切らんでも、もう刃元で軽く叩いて割っとくだけで、あ、そうですね、手でパカッと割れます、ね、割れますんでね、それの方が安全かもしれない、こっちも安全かもしれないですね、ね、それでこれで揃って食べていただけたらこれでほぼ完成です。完成ですね。で、食べるときはこの甲羅を取ってしまって、取ってですね。一回取ってみましょうか、それだけ。もうそのまますくってますね。あ、なるほどね。はいはいはい。こっちもそのままこうすくっていくっていうような。ああ、なるほどね。そのままね。そのままですね。あ、なるほど。味噌だけ甲羅に戻すとかもありですね。ありですね。わかりました、はい。わかりました。ちょっと。はい、そしたら次。貝沼さん盛り付け上手なんで、ちょっと盛り付け方を簡単な、家でまあ盛り付けるまではそんな気にせんでいいと思うんですけど、そうですね、どんな感じでお店で盛り付けてるかっていうのをやってもらおうと思います。はい、はい、承知しました。まず甲羅、甲羅を頭の方、はいはい、真ん中に、真ん中上の、はいはい、上の方に置いて、大きい足の方から、取ってもらって、大きい足、はいはい、それを、関節をこう曲げてこう打っていきます。ほうほう、はいはいはい、で、こう甲羅に乗せるような感じでちょっと滑りますね。トレーと感じが違うからちょっとまあ、そうですね、まあまあこう寝かしてもいいと思います、うん、はい、で順番に、まあ、トレーだったらうまく立体的にできるんですよ、まあ、たりしますもんね。はい、そうですね、トレーでしたら、まあちょっと同じような雰囲気でやっていきます。大きい足から順番に関節を曲げて、ほう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 、あ、順番にですね。そういう風に、なんていうか、積み木みたいに、ちょっと積んでいくと、そういう、それで立体感が出るわけ、ね、立体感が出ますんで。なるほど。で、最後に、この下側の胴体を乗せるのと、はいはい、あとは、ちょっとあと隙間にこの、はいはいはい、ハサミを。上をやると。そうですね。かっこいい。ああ、なるほど。まあこういうイメージですね。こんなイメージで。おお、ほんまや。ありがとうございます。うん、じゃあそしたらそのまま食べ方もちょっとやってもらおうと思います。はい。はいはい、まあ何でもいいんですけど、スプーンでも、そうですね、まあ、こんな感じの。これはカニ専用のスプーンですね。スプーンですけど、はい、まあそれをこの奥の方からですね。はいはい。あとはもうこう滑らすような感じでスーッと、おお、すごいですね、身の詰まりがいいし、身の詰まりがいいんで、はい、まあこのままスーッと取れますんで、身を、あ、そうやってもう子供とかやったらすごい、そうしておいてあげると、もうそうですね、もうそのままスーッと食べます、子供でもできますよね、はい、うん、で、まあこれも
筋も残りますね、うん、このまま全部パクッと食べていただきます、はいはい、足の方は、はい、足の細い方は、うん、足の細い方はもう手で割ってますね、あそんな感じでパリパリと割ってもらって割って、あ、まあ、あとはもうちょっとこのスプーンでこそぐような感じですね、あそこはどうしても身がちょっと少ないですもんね、ここはちょっと身が少ないです、はい、あまあちょっと集めて食べるという感じになりますね、まあ十分ですよねこれ、はい、ほんまに、ちょっとそしたらそれだけ食べといてもらってもいいですか、はい、どんな味か、あ、でもこのまま手で、はい、はい、手で、はい、手でいただきます、はいお願いします、はい、あ、うん、どうですか、甘いですか、甘いですね、ああ、うん、いいですね、ベニズワイいつぐらいまで楽しめそうですか、そうですね、今鳥取から来てますけどね、鳥取から来て、まあ5月6月ぐらいまでは行って、なくなればまた今度石川の方とか、あそちらの方からも取れますね、また来ますもんね、結構1年中に近いぐらいありますからね、そうですね、産地が近郊になってもまた別の産地は取れるというのがあるんで、ベニズワイは年中、うんね、まあ楽しめるといつもね、貝沼さんが仕入れてきてくれますんで、さばけるも助かってます、はい、今日ありがとうございました、はい、ありがとうございましたこれ絵じゃなし、割り箸に掘り込んでますんでそれがなくなってしまったんですよすごいな、それ折れてなく、そうなんですよ、あのしかもバイク乗ってる時にヘルメットかぶった瞬間、映画どっか飛んでいってしまってそんなことあんのこれがあるんですよ、不思議とじゃあ適当に始めてみますけど、すいません、